皆さんどうもピーマンドです。本日からプロスピ2020初のペナント実況、俺と巾人の143日物語動画投稿していきます。このシリーズはこれから毎日可能な限り夕方の5時に投稿していく予定なので、興味があればぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。ペナントの進行スタイルに関しては、1個の動画につき1カードプレイして、その1カードの戦いを様々なプレイスタイルでやっていきます。時には1試合丸々、時には監督試合で出番プレイでチームのチャンスとかピンチ、またイニングとかに注目しつつ、選手個人にも注目してやっていく予定です。様々なやり方で143試合のペナントレースを戦っていき、その中でのシリーズ目標というのはズバリ3つ。まず1つ目はチームの2年連続のリーグ優勝、これは絶対ですね。そしてもう1つ、昨シーズンあの日本シリーズで被ってしまったおめえクソをですね、次は相手に投げつけるかのごとく日本シリーズで勝っていって日本一を達成すること、ここは必ずです。たとえリーグ優勝はできずとも、日本一には必ず2020の巨人でなってやる。そして最後3つ目は、これは個人目標です。坂本勇人の通算2000本安打達成、一番大切なイベントかもしれんね、この2020年シーズンの中で。坂本はペナント開始前の時点でもうすでに通算1884安打を記録していて、通算2000本安打名球会入りまであと116本とかけているところなので、その116本をピーマンが坂本に注目しながらやっていく予定です。だから2000本安打を達成するまでは、動画内で坂本に注目して試合を進行していくことがものすごく多くなると思います。その中ですね、昨シーズン以上の活躍をしてチームに貢献して、そしていろんな選手を使いつつ、とにかく楽しく明るく元気に、そしてリーグ優勝日本一に向かってひたすらに突き進んでいく物語にしていく予定なので、もう一度言います、興味があればぜひぜひ毎日見ていただけると嬉しいです。じゃあまずはこれからペナントの設定をいろいろとしていきます。今画面に映ってるのは12球団それぞれの登録選手数ですね。こちら2020年5月1日時点の収録データになるので、まあ、巨人は67人いて、そして支配下登録されたあのモタも最近追加されたんですよね。能力はこんな感じ。身体能力はえげつない。そこは能力でも出ている。しかし、いかんせん技術がないんだよね。ミート G の18プロとしてあるマージキ。ミート能力。いやね、オープン戦ではすんげえ打ってて、それもあってか支配下登録されてね。そして会見で涙して、俺も感動したよ。ただその後パッタリ打たなくなって、今2軍安倍監督にだいぶしごかれてるんじゃないかな。リアルで1軍で見る機会はあまり多くなさそうですけども、まあいずれ見ることができるんじゃないかな。あとこのペナントでも重宝する存在ですよ、このモタはじめですね、新たに加わったドラフト投手野手で、なかなか芽が出ない2軍選手にもこのペナントで多く出番を与えていって、育成していくことも目的にしているんでね、1年限定という短い実況を予定しているんですけど、ただ1年でできることって意外にたくさんありますからね。まあこれは2軍選手だけじゃなくて、1軍のベンチにいるやつ、スタメンで並ぶやつもそうですよ。これが巨人のデフォルトオーダーで、練習試合で打ちまくってる中島さんが6番で起用されている。能力もちょっと上がったんじゃないですか、昨シーズンと比べてね。練習試合ですんげえ打ってるからね。あとパーラ新助っ人もね、守備能力は高い、ただ打撃量能力があまりない、そして顔がちょっと怖い。まあ、このパーラの活躍にも期待だし、何よりもこの主役となる坂本勇人ですね、能力は昨シーズンのこの活躍があるからえげつない。ほんとインパクトある活躍を昨シーズンした坂本なんで、さらにインパクトある数字をなんとか坂本を使って残していきたいね。40の壁を打ち破ったんなら次は50、夢は大きく、そこを設定してみようかななんて思ってますけどね。まあ、それぞれまた能力に関しては後ほど紹介させていただく予定です。これが現状の巨人の67人の選手ということになっている。でこのシリーズに関しては、毎回ピーマンチャンネルの荒れる火種となるトレードに関してはしません、せずにこの既存の戦力で戦っていきます。ただし架空のオリジナル新助っ人選手っていうのはチームの状況に合わせて取ろうと思ってるんでね、そこんとこよろしく。次は試合中の設定になりますね。まずは難易度に関しては、これはもうスピリッツでずっとやっていこうと思います。最高難易度ですね。ここはもうこの先何があっても変えないようにするわ。このシリーズに関してはね、変えずに最後まで戦っていく。そして次に大切なのは球速レベル、こちらに関してはね、リアルスピードでもうやれるその視力がないんですよ、動体視力がね。プロゲーマーだったらできるんでしょうけど、俺にはできん。だからそれを認めてですね、このシリーズに関してはミドルスピードでやっていきたいと思います。こちらプロスピおすすめの設定なので、リアルスピードと比べて結構打ちやすい、だから俺でもできる。これ以外でやるととんでもないことになるから、これでここも変えることはないですね、この先。その他ですね、投球カーソルに関しては CP の、これはフェードに関しては表示しないでいいかな。
で、この辺も持ち玉とかも表示しない。あと投球予測点、これもですねデフォルトはノーマルになってるんですけど、ただまあミドルスピードでやるのであればちょっとこの難易度だと簡単すぎるような気がするから、これリアルにしたいと思います。これにもよってその投球がですねかなりリアルになる分打ちづらさが増すんで、ここもこれにして今後変えることはなく、こんな感じの設定でやる予定です。長くなりました。これからペナントレースモードを開始していきます。はいと押したらもう戻れない。そしてこのシリーズに関しては打ち切る予定もないから安心してくれ。いきましょう、2020年シーズン開幕だ。実況1回目の今回は開幕カードの横浜3連戦の戦いプレイしていくぜ。こちら当初の2020のプロ野球の日程ということになっているので、まあその後こうやって日々は流れていって、で東京オリンピックが開催されるという過程もあるので、だからこそ7月18日の前半戦の戦いを終えたらその後1ヶ月近くの休みがあって、で8月14日からリーグ戦が再開されて、その後だーって続いていくわけ。リアルなプロ野球は120試合制になったり、セリーグの場合CS がなくなったりとしましたけど、このペナントに関しては当初のまんまなので CS もあるし、出場登録枠の選手が変わらなかったりね、まあもう通常のまんまなんでね、まあ、その中巨人で優勝を目指し、坂本で通算2000本安打を目指す戦いになる。まずこの記念すべき3月20日の開幕戦の1試合目は、やはりこれは俺が1試合丸々プレイする義務があるので、これから1試合丸々やっていきます。その後ダイジェスト設定でいろいろとね、チャンスピンチに注目していく予定なので、で最初のまずこの20日カード、横浜戦の初カード、それ以外のセリーグ初カードに関してはデフォルトのオーダーで戦っていくわ。これやっぱ今設定されてるのがこういうローテで、投手たちになるので、そこはちょっと崩したくないから、だからデフォルト通りでやっていきたいと思います。野手に関してはこういう能力ですね、先ほども確認しましたけども、もうこの1から4までがまずは昨シーズン同様強力で、その後新加入のパーラとか状態がいい中島いたり、あと二塁手北村なんやね。本来なら吉川直樹が入っておかないとダメなんですけども、まあ、怪我の影響で開幕オーダーには入ってない。で大城もいます。で菅野智之が開幕投手、だいぶ能力は衰えましたよ、やっぱ昨シーズンのあれもあるんでね。ただまあこっから上げていけばええやん、どっちにしろ使いやすい投手には変わりがないのでね。でベンチはこういう感じになっている。ビエイラもいますからね、ビエイラもうまく使っていかないと。あ、グラサンかけてんだね曇ってないか大丈夫か、なんか投げる前から曇ってそうな感じするけど、まあこの辺に関しても一巡するまでは全部2軍に落とすこともなく、怪我とかしない限りはそうしていきたいと思います。相手先発投手は今永、オーダーに関してはちょっと分からへんから、まあ試合中に確認していきましょう。これから始まるよ。あのね、俺のペナント実況っていうのはですね、この開幕戦よくずっこげがち、振り返ってみたらね、プロスピ2019のペナントもそうだったと思う、開幕戦でなんかとんでもない負け方した記憶があるんだけど、まあそれはそれで、あれはあれで、今日は今日で、明日は明日ですからね。今の俺は違う結果を生み出せるでしょう。本来開幕日ではないんですけども、3月の20日ですか、今日開幕を迎えることができた。おお、巨人ナインが映ってるじゃないか。いや、かっこいいね。昨シーズンリーグ優勝したこの巨人、ただ日本シリーズではボロボロやられたからね。まあ、それはそれで、あれはね、今日は今日で、明日は明日ですから、関係ない。おー、で、オースティンとかもおるな。佐野もいるじゃないですか、ポスト筒香のね。わー、これが2020の横浜の打線か。ちょっと楽しみやね。筒香がいない横浜打線っていうのも純粋に気になるし、それを抑えられるかという楽しみ、ワクワクもある。いいですね、このワクワク高揚感半端ねえよ。楽しい物語にしたるわ。この菅野を使ってまずは相手打線を完璧に抑えたる。ちょっとね、ちゃんと投球練習しておきましょう。難易度スピリッツですからね、甘く入るとポカンピキンピキンポキンカキンって打たれるから。あと投球フォームに関しても2020年仕様になってる菅野智之、こっからほいなんか後ろに引くんだよね。今でもこんなフォームじゃなくない？ここからまたなんか一段階変えたように思えるけどね。ま、何にしたって抑えてくれたらいいねん。俺そんな投球フォームとかあまり気にしないタイプだから。行こう。1番バッター2020の横浜のリードオフマン、この梶谷か。長打力もあるから怖えぞ。あのいきなりポカンピキンっていう擬音が鳴っちゃうとまずいので、鳴らないようにうまくいってみよう。まずはスライダーから入ろう。ベストピッチ。ふう。いや、相手がスピリッツである以上は基本ベストピッチで攻めないと。いやんべえことになる。おお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 、ファルファルファル、オッケー。ちょっと岡本動き悪いね守備は期待したらあかんから。今動きだいぶ鈍かったぞ。あれ三塁式をえんか、一巡するまでは変えへんから。セカンドを守るは北村。ダメだ、もう打球的に内野安打になるわな。2020の開幕戦の初バッターをこんな感じで出して、なんかちょっと不吉な雰囲気漂っていて、ここでオースティンで
やべえ、助っ人選手はごっついわ。もう漂わしてるオーラから神助っ人だよね。ロマックとはもう何もかもが違うって感じ。やば。能力に関してはね、まあ、チラッと映ってますけど、より細かく見ていきましょう。やっぱ開幕まだしてないですから、こんなもんやわな。ただ開幕したら絶対アップデート入ってめっちゃ強くなるよ。これはモノホンだもん。必ず結果残すね。最低でもね、まあ、120試合制の中でも30くらいは打つんじゃないですか。今季のホームラン王待ったなしでしょうね。俺はそう予想するよ。その後この外がいてね、佐野がいて、宮崎がいて、ロペスいて、やべえじゃねえか。こっちの1から4までも強力なら、あっちはもう1から6くらいまで強力やぞ。あー、トロイ危ない危ない。警戒していかないとね。キャッチャー大城なんで、ちょっと決める意思さえあれば簡単に決まりそうやな。オースティンさん来日初出す気、ラミレス、じゃあ決めてくださるのであれば、こんな選手かつておったか。こんなごつい体しながら来日初出す気送りバントっていうね。あれれ、ラミレス、いいの。まあまあでもね、別にこれが間違いかどうかっていうのはこの後の結果で決まることなんで、こっから失点を許したらあかんで。おー、取れない。結局ここから強力なことには変わりない。むしろ能力的にはここからがやばいよね。外、この後、まあ佐野はそうでもないけど宮崎かな。坂本取った、ゲッチュ。ほー、これをこれを何度も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 お見せするシリーズになりますよ。何も驚き笑え、当たり前のプレーは当たり前の選手がしただけです。オタクの倉本じゃ一生できないゲート、申し訳ない。なんで俺はどのシリーズでも倉本と坂本を比較するんだろうかね。まあまあでも、比較だけさせてください。できないやつにできないと言ってるだけですからね。できるやつにできると言ってるだけです。何もおかしさはないでしょう。そしてポスト筒香と言われてる佐野、荷が重すぎると思うけどね。この佐野を抑えれば初回の失点はなくいける。よし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 。これちょっと、中島動きが違うわ。キレッキレ、どうしたん。打撃も守備でもそんな動き昨シーズンしてなかったで、ね。あれ本来、まあ、セカンド任しておけばいいだけなんだけど。なんかちょっとこの2020年、このプロスピでの中島も違うね。チームを引っ張っていってくれる頼もしい選手になるんじゃないですか。さあ次はこちらの攻撃だ。能力は高くてもね、俺がそれをうまく使えるかどうかわからんし、何よりも開幕投手が今永で強力、そして相手の守備はこんな感じ。なかなかのファイヤーフォーメーションですね。外野大丈夫か外野飛ばしたらほとんどヒットになるんちゃうか。長打になるよね、この場合ね。投げる哲学者、今永翔太。これね、ちょっとどんな球なのか見ていこう。最近プロスピ俺やってないんでね、そのスピード感っていうのがわからへんし、リアルだと、あ、まあ、こんな感じ。まあまあ、いや、スピード感じはやっぱリアルスピードと比べて遅いですよ。打つ余裕がある、ゆとりがあるって感じ。まあ、難易度スピリッツなんで、基本これはベストピッチでしょうね、相手の場合。ちょっと結局一撃狙ってみようかな、開幕戦。久々のプレイで。当たらへん。全然ミート追いついてない。いや、ほんま3、4ヶ月俺やってないから、ペナントとか。そこ言い訳にはしたくはないけど、うん、ちょっと待って。カツカツカツ。このカウント、リードオフマンとしては簡単に終わるわけにはいかない。おーし、ナイス、これはヒットになる。今、引っ張りシフトだったかな。外が一切画面に映ってなかったけどね。よっしゃ、ナイス。まずは巨人の初ヒッター、この亀井リードオフマンで景気よく打つことができて、ここで坂本勇人で。先ほども言った通り、通算2000本安打まであと116本。まあまあ数字の積み重ねがあるからまだまだ先は長いですけどね。その1本を開幕のこの今季の初打席で出したい。丈夫な坂本がいるよ、大丈夫、病気にはなってない。今季の坂本はその病気面でいろいろと不幸に襲われとるけどね。新型のやつ、あとインフルエンザにもかかってなかったっけちょっと不幸が続いているが、その不幸を全部自身のバッティングで取っ払ってやる、追い払ってやる。ここも狙うわ、一撃を。あ、でもあれやな、投球予測点がリアルだとストレートの場合ちょっと浮いてくるね。ちょっとその浮く分めんどくさいんだよね、動く分。ノーマルだとストレートはそのまんま来るんですよ。ただこれだとちょっと動くからちょっと浮いてる、簡単に追い込まれてる。うわー、入ってる。
今季の初打席をこんな三振で終えてしまった坂本、いや大丈夫ですね、1打席の結果で何かポジるもおかしいし、逆に粘りすぎるのもおかしいから、できればもうちょっといろいろとしたかったけどね、できず、それはええわ。これ一塁走者の亀をちょっと動かしたいんだけど、アウトになるの嫌だしね、ちょっと堅実的にいくわ、あまりダイナミックなアクロバティックに動く必要もないでしょう。うわ、叩きつけてどうだ、外、動きはそんな悪ないな、そらそうでしょ悪い要素ねえだろ今の打球でね。坂本一真、坂本ばっかちょっと個人で取り上げてますけど、やっぱ岡本和真も今のももう4番ですからね、岡本でもホームラン王を目指してますよ、なんなら三冠王とかねやるのもいいんじゃないですか、なんかインパクトあるものを残したいんですよ、とにかくインパクトある結果、それを残すのは岡本か坂本か、それともまだ芽が出てないやつなのか、まあいろんな可能性がこの物語には秘めている。どうだ、梶谷の横越えないか、くそー、初回ゼロ。さあここから抑えていきましょう、ちょっとテンポよくいこう、初回時間かけすぎたね、1試合丸々プレイするわけなのであんまり時間かけるのもね、勝つ負けるにしてもテンポよくスムーズに流れるように流されたまんまで勝ちたい、ただちょっと変化球が不安やな、やっぱ全体的に球威がね2019前と比べて落ちてるんで、この菅野この辺基本 B とか A よコントロールも高かったんだけど、だいぶ落ちとるからな、投げづらさも正直あるが、まあそこんとこはうまく俺がやってね、ロペスなんだよ、今季ロペスが6番なの、すごい打線やね、まだ衰えてないで、それなりに能力はある、あと巨人キラーなんだよね、特殊能力はついてないけど巨人戦でよく打ってる、打ちまくってるよ、まあ、横浜打線で一番怖いものは何ですかと巨人ファンの俺が挙げるのであれば、もうロペスだよ、断然的に顔見たくない、いやできればこっちの選手として、あ、またやる、昨年のペナントでやったあれやるもうやらんでええわ、ない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 、やらないよ、トレードはしないって言ったじゃないか、 OK 北村いいね、動きは全然悪くないわ、守備能力はある、問題は打撃能力だよね、だから助っ人選手取るとしたら内野の助っ人選手取るのもいいかもしれない、まあ一番吉川直樹がね機能してくれたらもうそんなこと考えなくてもいいんだけど、やっぱペナントでも怪我しやすい選手だから、吉川って呼んだらもうそこにいないんだよね、あ、吉川は怪我してるみたいなね、リアルでもそうやけどペナントでもすぐ消える選手なんで、怪我する選手っていうのは信頼がないし魅力もちょっと半減って感じ、しない世界があればいいんだけど、しない世界があったらそれも巨人圧倒的に優勝よ、はい OK、 ここもテンポ引くことができた、おお、なんだその伊藤光態度悪いなお前、女初打席の三振でブチ切れる今ちょっとそういう部分良くないですね、観客は見てますよ、2020年無観客じゃないですからね、何もなかった世界なんですから、さあ来日初打席のパーラ、ワールドシリーズ制覇を知る、昨シーズンの話ですよね、本場の勝負師、そのパーラの来日初打席、初安打も打ちたいな、ちょっと強振強振でやってますけど、この辺ミート打ちでいきましょう、パワーはないので、おっしゃー、来日初安打、ふう、出すことができた、じゃあこの勢いに乗って来日初得点まで行こうかな、ちょっと顔が怖めのパーラさん、なんか石井拓郎とめっちゃ喋ってるけど、今季から巨人のコーチになったやつですね、もう石井拓郎ってカープ時代のイメージの話をすると結構壊れた信号機なんでね、あんまりそこいてほしくないというか、まあ一塁だったらいいけど三塁だとちょっとね、三塁コーチャーだと少し嫌な予感がする、あーしょうもない、あーノノ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 ノ、スピードはそんな速くないんだけど、やっぱ俺ちょっとついていけてないよ、直球に打ってんの変化球ばっかだもんね、北村昨シーズンはたったの5打数しか機会与えられてないんだね、そんな選手がこうやってスターティングラインナップに並んでいる、期待されてるからじゃないですか、あんまり僕としても印象はないですけど、おっしゃこれも、あーあーよーしゃー抜けたー、どうだこれ記録はヒット、あ、ヒットだ、よしよしよし、でホームに帰ることはできないな、ここでストップ、よし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 、宮崎に問題がある、いや違う、北村が完璧に捉えたからでしょ、ワンとランナー二塁三塁で2020年の初得点のこのチャンスで大城で、やるぞやるんだろ、どしたて取れる状況、相手も引っ張りシフトをしてるわ、もう転がせばいっていい、アイシェイス、これどうだ、落ちるか、あ落ちない、まあでもはい、はいはい、全部行こう、イエース、1点犠牲フライという形でね、なんかパフォーマンスある、パーラさんベイビーシャークダンスみたいなのないの、それは
ないわな、ちょっと寂しいな。丸ポーズみんなでしないの、あれ丸限定なんだよね。多分丸で得点とかホームラン打つとするんじゃないですか。ちっちゃい丸ポーズもね、カメラに向けて。それ見たいんで、あの次の打席でやりましょう。ここで菅野智之、一巡するとこやな。狙います、狙います。まだまだ終わりじゃないよ、始まったばっかだよ。おしょい、ゴッドだ、外の頭超える。まともな二塁手だったらどうだったんだろうね。取れたんじゃないですか。ちょっと守備を軽視しすぎラミレスの、本当に赤いんよ。自身が守備能力ない選手だったんでね。あと悪態つきすぎ顔相変わらず怖えし、2019年も顔の怖さを痛感したけど、2020年相変わらず怖くなってねえか。なんか懐からチャカを出しそうなね、そんな感じ。はい、これもヒット、ナイス。今永さん動揺してんじゃん。まともな球投げれてないよ。畳みかける時や。早くもここで坂本勇人、狙います、狙います。次こそね、さっきは無様な美濃さんで終わったが、やっぱ早く今季の初ヒットを出したいというか出さなきゃ。こんなね、もう際に際に来る球なんて打ちに来なくていいよ、打ちに行かなくていい。もっと甘めなやつ来るから。いやいや、もうこんなムシムシムシ見てない、見えてない。それはそれで問題やけど、見えてない、見えてない、知らん。こんな、なんで振らないんだろう。何、昨シーズンの丸か、お前は。昨シーズンの丸こんな感じだったけどね、開幕戦大瀬良ね、4打席連続三振なんだろうね、意識しすぎてんの。坂本の時だけなんか不思議と手動かないんだけど、なんか呪われてる、やっぱなんか呪われてる、不吉な目に遭うの、やっぱ坂本は。おかしいべこれ、すごく不思議、動かないんだよマジで。今のなんて脳は打ちに行こうとしてたよ、手だけが動いてなかった。手だけがなんか拒否ったね、坂本で打つことを。拒否んなやお前、手も俺や、当たり前やろ。ええ、ライト、ライト、パラパラ、この辺、守備能力。あー、でも取れない。あいが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 、おめえ、スリーベースになっちゃうよ。あー、止まったわ。送りバントだよね。ここはバントシフトにしておいて、決めさせたがないんだけど、余計な球数投げるくらいなら、まあ、ちゃっかり決めてもらった方がまだええね。ほう、今の動き面白かったな、今ながのね。おあ、これは多分あれやな。失敗フラグビンビン立っとるな。最後までスライダーでは。うん、これ失敗フラグ立ってる。分かりやすいね、 CP の場合は。1球で決めてこれなかったら大抵失敗するからね。1つアウトは取ったぞ。さあここで梶谷シフトね、外野、まあでも1点は別にいいんで、そういうことはせずもう普通に定位置でええわ。変にシフト敷くとなんか嫌な予感するし。おお、今日いいね、ゾーンに決まる。おいっす、このテンポの良さ大切にしていきたい。打たれるテンポの良さいらない。もう最後の1球があかんかった。なんでよりにもよってあかんな。これはね、2019前の菅野でやってた配球なんすよ。もっと落ちてたから、あの辺のスライダーとか球威もあったし。2020の菅野はこの能力なんで、いい加減幻を追いかけるのやめろお前。この菅野うまく使っていかないと、今までのやり方だと打たれるよな、そら。でさっき送りバントのこのオーステン怖いな。でもバントで化けの皮剥がれたんちゃうの。やっぱ能力もそこまででもないんでね。やっぱ能力がないから2番のこのオースティンをバントした。いや、じゃあ2番に置くなやっちゅう話だけどね。2番ヤマトとかでええんちゃうのって思うけど。ああ坂本取れない、嘘やろ。来日初安打が出てからの外、相変わらず顔似てない外、誰やねんお前。この外を抑えんとあかんの。全身や強い打球打たれそうやし、ここはゲッツーシフトでええわ。変に前にいすぎるのも問題ね。2点取った後の2点目取られるピンチかい。ちょっと投げてない球とかも投げていこうかな。緩急、スローカーブ、ダメか。カットボール、何を動揺してんだよお前。この後満塁で佐野迎えるのもまあええわ、ええけど、外となんとか抑えておかないと。位牌高め、あー動揺してる、何かに、何にだよ。いや、このピンチにだろ。もう佐野このピンチで迎えてしまった、余計なピンチや。ほんとこれは前進守備してもいいと思います。やっぱそこまでの力があるわけじゃないんでね。チャンスの特殊能力とかは持ってるけど、そんなビビることない。お前は筒香じゃない、菅野のライバルじゃないんだよ。全てにおいてスケールダウンした存在や。
オーケーオーケーオーケー、何の怖さもない。4番が1球も当たってないよバット。それでいいのかい。ちょっと2球見せた後の最後とどめのこのスライダーで、はい三振。4番がこれか。今季の横浜強くねえわ。リーグ優勝ねえぞ。 A クラスもないかもしれないね。やっぱ絶対的な存在が脱げだから、これまでの横浜だったらあそこの筒香がいたんで打たれて失点してギャーってわめいていたところ、それがない。ないのであれば横浜の A クラスもないということだよ。ここはまた定位置でいくわ。で宮崎敏郎を抑える。おいしい。この辺も全然怖さがない。危ない。ピンチではあったけどもね、そこから2点目やることなく、やっぱ筒を抜けたことによって打線は弱くなってるね。名前だけ見てこいつらうわすげえと思ったけど、いやもう名前だけですよそんなものは。これまだ取っておいた方がいいから取りましょう。はい、はまだ3回か。やべえ、プロスピ1試合丸々プレイするの初めてだから、もう俺の体感としてはもう8回9回あたりまで来てる感覚なんだけどね。違うんだね、全然違う。いやまたチャージが早いな。この辺ちゃんとしとるわな。この辺だけはちゃんとしとるわな。ちゃんとせなあかんと思ったんでしょうね。いつまでもあれを使い続けるわけにはいかんと。あんのんボールやし、行ったところでつられんなよ。あかん。このストレートちょっともうちょっと打っていかないと。変化球は打ててるけど、ストレートになると露骨に触れもできなくなってるから、反射神経の問題よね。動けてないんですよ、つまりはついていけてない。おーで人が多いな。別に動揺するシチュエーションじゃないんだけど。4番岡本もビビってる。投げる哲学者。おっしゃ。あーでもどうだ、オースにさすがに取るか。さすがにね、この範囲くらい取ってくれないとこちらとしても困るわ。でパーラ、まあこういうシチュエーションですし、ちょっと来日初ホームラン狙っていってみよう。あかん、ほんと動かへんストレートあかん。あーもうちょっとあかん、ストレート打てないってなってるから変化球もちょっと赤いようになってきた。あーもうあかん、なんなんだよこの雑すぎるバッティングは。なんか飲み込まれとんな俺。入るな、負の流れループに。やばい、流れ完全あっちに行ってる。4回ちょっとちゃっかりきっかり抑えていこう。おい、そういうわけにはいかないんですね。まだまだ山のようにピンチが来そうやわ。簡単にいけると思っていたらこれかい。簡単なんてないねんな。結局横浜戦でいつも俺がペナントで苦労するのは横浜戦ですよ。これね、バントの構えしてるけどバント警戒にしておいた方がいいな。エンドランも十分あり得る。あでもそのまま来たわ。これセカンドは無理やからファーストアウトで。さっき長打の大和ね、なんか長打力あるよね謎に。うわで打たれるし、なんなのこの大和。2020年ねオープン戦から僕結構見てるんですけど、なんか大和やたらと長打打ってたよね。練習試合はちょっとようわからへんけど、オープン戦では確かに打ってた。長打力あふれるヤマトがなんかここにいるんだよな。今リアルにいないヤマトがここにいる。いやリアルにいるかもしれない。どうなるかわからへんけど。くそわお前、ひたすらに打たれ続けてんじゃねえか。全身守備やら、あとスクイズ警戒。2球ちょっと外しとく。でここちょっと変化球で攻めて、簡単にバントは決めささへんで、あ動いてきた。これははい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 、オッケーオッケーオッケー。でランナー飛び出してる。ガクス、戻るの早いなロペス。ここでちょっと2つアウト取っておかないと、このあと1番の今日2安打梶谷回るんでね、ここ打ってほしいとこ。これ引っ張りシフトにしとこう。梶谷の打席はでうまく引っ張らせる。坂本よーし、たー危ない。もう本当に3回4回とお前ピンチピンチピンチの連続で流れ変わってるよな。もう一回こっちに戻せ。最初の得点取ったのはこっちで、流れ作ったのもこっちだよ。すぐ相手に明け渡すんじゃねえ。悪い癖やな、あっという間に相手の方に渡してしまう。よしと、OK、今日ピッチャー返し多いね今永ビビってるだろうな。ヒットほとんどピッチャー返しちゃう。半分近くがそうやと思う。で北村、さっきはこれどうなの、プロ初安打っていうわけではないのかな。ちょっとその辺分かんないんで、まあ試合後も確認しようかなって言いながら忘れてそうやけど、まあいいんですよ別に初安打だろうがなんだろうがね。これから多く積み重ねていくんだから。よし、これも落ちるぞ。落ちる落ちる落ちる。中島ちょっと頑張って走ってほしいな。この辺三塁まで行けよ。遅いけどドタドタやけど、いけたいけた。はい、一塁三塁、流れをこっちに持ってきた。3点目は確実という言葉を使うにはあかんね。確実なんて野球にないといつも口酸っぱく言ってるだろう。勝手に決めつけて凡退するのがいつもの俺のルーティーンや。そっから出しろ、まず決めつけんな。でここは確実に打点を上げるバッティングをしていく。変なルーティーンを作らないように。
次ピッチャー菅野なんで、ちょっと大城で打たせてほしいんだ。まあまあまあストライクでいいんですけどね、際どいな。どうだ、ああ危なー今一塁タッチしたらアウトになってんじゃねえの。うわちょっと待ってよお前菅野。いやこれスクイズ相手がやってきたね、相手は失敗に終わったけど、こっちが、いやでも1打席目打ってるということもあるし、打たしても全然いいよ。バットン当たれば1点のケースやしな、飛ぶとこが悪くなければ。まあ、じっくりと見ながら考えるわ。あーでも追い込まれた、考えてる暇なんてないよこの打席の中。うまく打ったー、いい強にやんだ。なんか打撃の人菅野になってる。あーでちょっと待って、戻れセカンド、あダーム、何してんだ俺ばっかやな、いけるわけないやろ。いや行ったんならもう行けよ突き進めよ。相変わらずの優柔不断プリー、せっかく得点取ったのにお前ちょっと原監督の顔曇ってんじゃねえかよ。前は菅野で2安打打って打点もつけて、そうして今日2安打の亀井がいて、いや2塁ランナーにお前もっとおったらよかったけどね、大城までおったら。よし今日3安打のやつ佐野の前に落ちるな。 OK 佐野は筒香と比べたらちょっと守備能力あるんやろうけど、そこまで動きはよくない。そして今日謎にミノさんを押しまくってる坂本、積極的に初球から手出すわ。こんなさすがに3打席連続はあかんから打ちに行かないとダメなの。ちょっとほんとわざとじゃないからね、マジな話。なんなのこれ、球 T 出ないんだけど。おっしゃー、ようやく打ったけど少年、いやー一歩も動かず。前は連続三振の流れは止めた、なんか不思議と手出なかったけど、今の打席だってそうだよ。あの甘い球にちょっと打ちに行かなかった坂本はまたおったけどね。まあでも最後いい打球打てたんで、次はね打席はまだある、あと2打席くらいあるんじゃないですか。チームがチャンスを作るのであればそこで打ちましょう。 S でもここからは守りターンよ、連続ピンチ作っとるけど。ああ嫌な予感、嫌な予感、壁取れなあとこういう無茶なプレーは怪我につながるからやめましょう。近年の仮面は頑丈なイメージあるけど、もともとすんげえ怪我する人やから、やっちゃダメなプレーやね、あれで選手生命が絶たれる危険性がある。うわ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 、もう狙い撃ちやん、うわやべえな、あの球種狙い撃ち。もうこの助っ人コンビ打ってほしい、この並び。結局オースティンにも打たれまくっとるし、外にも打たれまくってる、この4番が唯一のオアシスやからいいんやけどね。いやもうこれゲッツーシフトでええよ、次の1点はしゃあねえわ。ちょこのね縦スラやめた方がいいわ、作業的に投げてる縦スラ狙われてる。丸の前に落ちる、前進守備ちゃうんかい。うわもう最悪、ポスト筒香に今季初安打、打点許しちまったな。これで流れが全部変わらなければいいけどね。ちょっとラミレスの顔も穏やかになっとるやん、得点取ったら穏やかになるんやな、取られたらあんな悪態ついて顔も怖なるんやな。なるほど分かりました。被安打9本も打たれまくり、まあ、社内も俺が1試合プレイする場合は毎回こうなるから。これは、はい出た、俺が動かし方ったのはピッチャーなんですけどもね、ただ動いてたのは遊撃士の選手でした、坂本でした。これで同点です、でノーアウトです、1塁3塁です。あ終わった流れやわ、最悪。俺はピッチャーでジャンプしようと思ったんですよ、だからボタンを押したの。なぜか後ろのキャラクターが動いてるんだからね、お前開幕戦でやるようなことですね。はい、もうピーマンの開幕戦は毎回こんな感じですよ、一つのミスから始まりボロボロにやられる、その流れテンプレルーティーンです。決まった、終わった。おいでサッカーやたらと打たれまくっとんの、なんなのこれ、全部お前捉えられとるけど、そもそもがね。これで逆転、もう毎回開幕投手がこれ、やっぱ菅野はあかんのかな、もうあとは衰えていくだけの投手なんかな、なんて言わせんなよ。これが悪いねん、俺がうまく使えてないから。かもこれ。またこれ初球打ち。明るさま狙ってきてるよね。これ狙いモード入っとるわ。もうこれもね、ゾーン内に来るため全部打ってきてるから、ボールゾーンで勝負しないと。そのボールゾーンを打ってくれたらいいんだけど、なかなか振らないから困るんで。今日2安打の山田。ああ、よかった。いや、今ボール球振るね、これ。逆にストライクゾーンが危ないから、もう際の際狙っていこう。狙いすぎてフォアボールは一番あかんけどね。ここも打ってきたが、まあ結
か読んで止めた、止めれてねえよ、読んで止めたなんていう日本語ねえぞお前よ。逆転されてなんだよ開幕戦から。何、当初は練習試合しかやってないから調整不足、あと飛ぶボールなわけねえだろお前よ。万全な状況でお前練習試合を経てオープン戦を経て3月20日に開幕を迎えたんだから、言い訳なんてしてちゃあかんよ。もう最悪やわほんまに、ボロッボロ。ほんでまだ5回、体感としては延長15回を戦った感じあるんですけど、まだ5回なんですよね。全然時は流れてねえぞ。そして負け取る。よっしゃ、ヒットになるな。よしよしよし。得点自体は取れてるし、ヒットもこっちは出てるからね。これで互いに5回にして被安打10本よ。調整不足なんかな、飛ぶボールなんかなっていうくらい、なんかちょっとおかしいけど。乱打戦やな。もうそろそろ一撃見たいよね。まだ互いに合わせて7点取っとるけどホームランないから、もうそろそろ景気よく一発目の覚めるやつ出したいよね。あー今ちょっと2球と前にブラブラ、いやブガラ、あらららビヤ、もうそこ投げたら潮吹いて倒れるやつかお前、簡単に抑えられんじゃねえよ。ちょっとねこの辺盗塁仕掛けてみよう、もうそろそろ。あーって言ってたらお前声届いてるやろ、牽制してけえへんかったんやさっきまで。急やな。よしこれヒットになる。オースティン肩そんな良くないんじゃない、ライト、あーまあええわ普通にええわ。ここで中島、ここもつなげて満塁で北村も美味しいし、いやそこでまた代打送るのもありかもしれん。別に、まあ、デフォルトのあれでねオーダーで一巡するまでは戦っていくとは言いましたけど、試合中はちょっと変えながらね、チャンスでは変えていかないと。やっぱ今日は得点の取り合いになるんで、これ落ちる？あ、ダメだ、取るか。三塁タッチアップや。北村、どうしようかな。まだ変えなくていいか。試合後半もあるしね。ここでちょっと早くも代打を送るのは惜しいし。あと今日2安打打って、お前打率10割な、北村。変える必要ないわ。ここでも記録したる。能力は全てじゃないからね。フィーリングっていうものがあるんですよ。合う、合わないがね。今日は坂本で、能力の一番高い坂本で打ててないけど、北村で打ててる。そういうことじゃないか。俺と北村はどこかで繋がり合っている。おお、いや、いいよ、いいよ、いいよ。よし、これもヒットになる。落ちる、落ちる、落ちる。やはり俺と北村どこかで繋がって行ける。いや、繋がったらね、行けるじゃなくて、そんな希望系じゃなくて。繋がってます。繋がっとるっていう感じ。イエス！ 4 点で同点に追いついただけだよ。今日は取って取られて。繰り返してるから、じゃあ取り続けよう。お前たちが逆転したんならこっちも一時逆転タイムや。落ちるな、フェアゾーンに落ちろよ。もういらへんよそんな、もうフェアがファールかギリギリのやつでファールのやつ一番いらへんわ。あもう三振、お前コース今文句は言わないでおきましょう。お前そういう態度をするとですね、こっちの守り陣に影響があるからね、同じとこ取ってくれなかったりするから。まだ5回です。そして4対4ですね。この開幕戦はここから終盤に差し掛かっていくんで、まだまだお付き合いしてくれよ。まだ先は長いのに、こんなお前精神的に大丈夫かお前。大丈夫です、いけます。菅野続投やね。次菅野から始まるとこだから6回投げてでいいんじゃないですか。まあ、今日はもうエラーとかもないから全部自責点なんで QS もないけどね、それでも今日はいいわ。やっぱちょっと菅野での投球スタイルを早めに見つけ出さないとね。まあ、菅野注目することってこの先あんまないけど、注目するのは新人選手とか坂本とかね、まあ、そういう選手たちを多くやっていこうと思うんですけど、まあ、次やる機会のことを考えてね、今までのやり方アホみたいにカーブじゃないスライダー縦スラ、それを繰り返しているだけでアウト取れる菅野はもういないんだなっていうのを痛感したわ。おい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 、あっぶね。あーでクションボールの処理もミスってるし、梶谷なんなんだよ、絶対打たれる。これはもう昔からね、本当に昔から19も15も腹立ってきたわ。顔そのものがなんか腹立ってきた。いつもガムくちゃくちゃ刺してるし、年くちゃらやしね。ほんでここでお前オースティン来日初打席をバントで迎えた人の打席ないよ、ちゃうやろ残り2打席。ここでもお前打つんじゃねえぞって言いながら打つんだろうけど、あーいやいやここはねさすがにね。えっ、あーそれた位置がそこで助かったけど、気をつけて坂本さん、ちょっと近年送球ミスが多いからね。まあ、送球ミスが多かったのは阿部が補給してくれなかったからっていうのもあるんだろうけどね。よし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 、危ない危ない、やっぱピンチは来るから、まだこのピンチを耐えながら、そして打ちましょう、打ち続けましょう。
さっきも言ったけど菅野から始まるこの6回裏の攻撃に関しては代打を送る。相手ピッチャーの交代はないね。今永はまだ引っ張るか。ここで代打、今季の代打の切り札っていうのがこの陽大館とか重信とかその辺かな。ここはね、陽大館出す、まあ、出してみようか。出してちょっと攻撃的にいこうや。6回、はい、先頭バッターとして出塁したら大きいしね。でちょっと待って、陽大館っていうのは今季からファーストにつく選手でもあるんですけど、そのファーストの適性って持ってんの？そこ気になるわ。最近のアップデートによって追加されたんちゃうか。ああ持ってるね、持ってる。一応レベルですけどね。だから一塁手としても起用することができるので。なるほどね、まあそれはそれで、これはこれ。今の打席に集中しよう。際どいなあ。まあこの辺はスプリッツって感じやね。端の端、ここもなんか試合後半になって状態上げてない、ギア上がってない。前半より厳しい球多いぞ。もうあと一歩変化球についていけてないな。絶妙についていけてないよね。もうちょっと落とさんとカーソルを、ポイントを。高めのとか真ん中だといいんだけど、低めになると露骨についていけないね。な、指が動かない、下方向に。何なんだろうこれ。今日この仮面も3安打よ。猛打賞を達成してる選手が、2人おんのかな。亀井とこの北村なんだけど、ここでは打てずに凡退で、勝負をかけた6回のイニング何事もなく終わる。いや坂本いる、だからその坂本でやる。あの美濃さんの流れはもう止まってるはず。ここは巨人の今季の初のホームランはこの男しかいないんだが、もうこれもまたセンターフライ。何なんだよ本当に。2打席連続三振からの2打席連続のセンターフライで、お前この後何打席連続で他の結果が出んねん。お前よ、同じことを2回繰り返すなよ。それも凡退という同じことをね。さあここで出すピッチャー、同点の場面ね、接戦時と言える場面だから、ここで出すのはビエイラ。いや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 、状態も悪いしお前。こんな接戦時で任したくねえよ、あのグラサン曇りまくってるビエイラをね。ここは鍵屋でいいんじゃないかな、状態の良さとか考慮して。ストレートが武器の選手なんで、そこで強く押していこう。球威は B、 伸びも B って感じ、伸びは A か。7回佐野から始まるとこ、直球で、おお、いきなり来るね。狙ってる感じ、怖いな。球速に関してはそこまででもないけ、結構ばらつきが激しいね。140前半から140後半、150出ると思うんだけど。最後はこのフォークで、はい、オッケー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 。もうミスはないぞ。怖いわ、ピッチャー操作できる期間が少ないんだよね、打球打たれた後、こっちに来た後。動かそうと思ったらもう次遊撃手になってるから、だからさっきみたいなミスが起こりがちなんだよ。あそのまんまいかないけども、ヒットになるやつも最悪、余計すぎる長打やろ。注意のない球投げるとこういうことになる。もうちょっと投球練習しておけばよかった。余計なヒットが多すぎる今日。互いに合わせて何安打だよ。坂元また取れない、なんでなんだこれは。取らなきゃダメだろう、追いついてるんだから。グローブには当ててる。さっきのライナーだってそうだよね、なんか4回あたりにあったやつ当てとんのやから、なんかちょっと急激に守備衰えた。それだと強打が嘆く理由もわかるよ、ゴールデングラブを取れないと嘆くその理由もね。ここだけ切り取ってみたら、やっぱ昨シーズンのゴールデングラブは強打が取るべきだったと思う。しっかりして。坂本も長らくね、鳥谷のそのねゴールデングラブを印象だけで取ってたこともあったんでね、なかなか受賞できなかった選手ですけど、次は坂本がそういう扱いされんの、印象だけで選ばれる。やだよそれ、巨人ファンとしてその絵を見たくない。すごく煽られそうなんで、やだ。セカンドアウト、ファースト、あーダブル取れないか。このあとヤマト、いやぶっちゃけ申告敬遠してもいい対象なと思うんだけど、次代打来るわな、そうなったら。あ、代打送ってきたわ、そもそもヤマトに対して。音坂、いやまあ音坂が代打で出てくること自体は間違いではないけど、送る選手がね、送られる選手が違うだろう。青い目のニコだって、すげえかっこいい名前で呼ばれてる、愛称ね。言ってる、そんなニコは聞いたことあるけど、青い目のニコって言ってた。盗塁は、あー決まる。
一塁空いた。まあでも次やっぱちょっと待てよ、横浜の今日の代打の選手見ていくと、ベンチに入ってる選手見ていくと、これはあー倉本とかおんのやね。出してくれるのはありがたいけど、おそらく代打としてくるのはこの神里でしょうね。うん、だからまあ神里と満塁で勝負するのは怖いから、もうここはじゃあその青い目のニコさんと勝負するわ。これねやっぱフォークと直球しか使えないんで怖いんだよな。他の球種投げる自信ないもん。まあボールゾーンであればこうやって見せ球として、そして次ストレートで、もうこれで一気に帰って100点目お前、ボロ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 そぼろご飯のように失点許したらそら勝てんだろう。あかんわ。この辺も難易度スピリッツやね、それに翻弄されて失点許しまくってる俺がいるから苦しんでる。あで代打出てきた、これか中井か。持ってる男、そうだよね。巨人球団通算1万号目打ったよ、2017年あたりね。あの時の空気はすごいしんどったね。お前かいみたいなね。あの時の空気は正直悪かったです。あーで、ここはアウト。中井の打席なかった。持ってねえじゃねえかよ。打席潰れたろ、今のでね。どうだろう、変えられたと思うんだけども。ピッチャーはこっから砂田。相手は勝ちの系統で来るよね。7回は砂田なのか。で、その砂田はあ、やっぱりね、中井のとこ入ってるから、中井に関しては、うん、変えられた。で、キャッチャー佐野になってる。確かに適性は持ってるけど、守らせていいんすかね。これだとバリバリゴリゴリにね、あの、盗塁決めまくっていいと思うわ。あと、キャッチャーのリードも冴えてないし、より得点取れやすくなるから、2点差になった以上は追いかける展開です。取っていきましょう。今日、回の頭が丸なこと多いね。まあ、それだけ坂本でチャンスで打席を終えてるってことよね、逆に言うと。打ててねえんだよ。あー、もったいない。あーどうだ、遊撃手柴田なんだけど、アウトかー。ヤマト変えられとったからね、この辺内野安打になるかなと思ったんだけど、てかもったいねえわ、あんな2球で打ちに行く必要ない。もっと甘い球来る、こういう球がね。よしよしよし、超える超える超える。でライト桑原になって、レフトオースティンになってるんで、その辺もちょっと注意していこう。ライトの桑原守備能力が高いから、レフト方向に打つことは間違いじゃないね。ヒットが出たドン。これはいい、これはいい、これはもうベストピッチャー基本無視やな。佐野のリード的に絶対砂田は甘い球を投げてくる。こういう球威のない球がこの辺来がちだから、それをジャストミートする。アウトで、アウト、ダブルプレイ。来日初安打からの来日初月をこのおせおせ55やれやれ55の7回でやりますか。じゃあうちの勝ち負けお前の月で決まったようなもんやわ。最悪、同時進行で行われている戦い、もう試合終わっとるで。だからそれだけ俺たちもう時間かけとんのよ。阪神が勝ってで中日と広島、お前開幕カードから引き分けか。てか引き分けてるのに俺たちまだやってるってどういうこと。延長12回までやってるってことだよね。何時間よこれ試合時間。でもまだ9時10分だよ。おお、だから広島とあれだよ、中日のゲームがおかしいんだよね。早く終わりすぎてんだよ。なんだよお前9時台でお前引き分けって。雨でも降ったんかっていうレベルやけど、12回までやってそれならおかしすぎるよ。互いにノーヒットノーランペースでいったんじゃないかな最後まで。あーでもちょっと雑になってきたなこの辺。梶谷バントしてくんのはありがたいけどね、コーチの助言が出てる。さすがに変えた方がいいな。もう高木やな、こういう場面困ったら高木でいいんじゃないですか。昨シーズンそういう使い方やったしね。55試合に登板して防御率は 3.83 は昨シーズンの数字や。宮本コーチの顔が腹立つんだよね、あのニヤニヤした顔がね、気になるわ。もっと他の表情してほしい。あーしよしよし、オースティンに関しては1球で仕留めてアウト。もうやれないよお前、2点でも厳しいのね。敬遠のサインが出てる。うん、まあ確かにね。まあ確かに外と勝負するくらいなら敬遠した方がいいんじゃないですかね。ここは敬遠するわ。何このブーイング的なもの、おかしいだろお前、東京ドームやぞ。そんな上がる。間違いじゃないんで、この後の佐野を抑えれる計算が立ってるからこそここでやったんだ。あとコーチからの助言もあったしね。まあでもこうやってランナーとして出したのであれば、佐野は確実に抑えていかないとね、よりひどいブーイングが上がるよ。上げささない、よし。あ、北村、北村取るはいいけどアウトにはできるか。どうだ、ダメだ、もう飛んだとこが悪いというか最悪で満塁で敬遠した意味なしでブーイングだ。ここで宮崎や、もう抑えればええねん結局は、2アウトなんやから。
強気でいこう、強気で。もうボールなんていらへん、全球ストライク。よしよしよし、最後はクロスファイアのストレート。うわお前、お前はええわええわええわ、言いたいことは全部蓋を閉じて、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズン、毒や、毒は破綻。よし、やらなかったけど取らなきゃねっていうね。こんなピンチをお前作ってるとそっちに集中力持っていかれて取れへん。そして冷蔵庫を投げた、パッと復活したのか、大丈夫か。右手は冷蔵庫は心配やな。東京ドームの冷蔵庫は殴るんじゃねえぞ。中島から始まるところ、いやこれね、中島で出塁したらダイソー送っていく予定なんで、できれば出たい。あ、ヒットなるな、オッケーオッケーオッケー、なるなるなる。今日はセンター方向に飛ぶで、ダイソーで中島に対しての重信で、さっきも言ったけどね、今キャッチャー佐野でしょ、まだ佐野ですからね。だからもうこれはね、初球から走ってもいいと思います。パットンそんなあれもないと思うし、クイックもあるわけじゃないしね。でちょっとなんか重信、なんか襟足というか後ろ髪がすんげえ気になる。何そのもっさり感走ってる時邪魔にならない、空気抵抗的に大丈夫、邪魔にならないのであればいいけど、まあまあ警戒してくるだろうね、この辺は。でも行くよ、こっちに投げてきたらすぐ行く、ホームに来たら。ゴー、 あ、なんで当たったん、わーお、ちょちょちょ戻れって、ちょちょちょ一塁は、はーつ、あくまでもスイングでアシストするだけの予定だったんですけどね、なんか当たってたわ、当たっちゃった、あー最悪、うそー、あーで終わった、このイニングはあっという間に。やりたいことをやってたら4分5分くらいかかったイニングなんですけどね、やりたいことが一切できなかったから8回裏あっという間に終わって、残すは9回。嘘でしょなんであそこで当たるんやろか。ピッチャーも高木、これ変えましょう、変えてね、大竹出すか、カンちゃんいてどうぞ。ロペスから始まるとこね、まあやらないようにね、これバルカンチェンジとかいろいろと使いながら、シュートやな今の大竹の武器はね、その辺使いながら9回を迎えよう。予想してなかったけどね、俺はまだ今この瞬間打席をプレイしてたはずなんですけどね、思いもよらぬことが、マイナス的なことが起こったせいで今ここにいる、この瞬間にいるって感じ。なんで当たるんだよ、腹立つわ、当てる意思なかったのに。 OK 三振で、桑原、途中出場の桑原、今日初打席、巨人戦の桑原、嫌なイメージしかないだろう、巨人ファンならみんなわかる。あーでもよかった、あっという間ね。あの重信が一塁入ってるわ、そうだそうだそうだ、その辺変えてねえから。重信一塁の適性持ってんの、持ってないよね、守りについちゃダメだよ。亀井一塁の適性持ってるから、亀井を一塁に使かして、重信はもうレフトに使かしておきましょう、そのまんまね。もしかしたらもう一回出す機会あると思うといいか、作らないとダメだしね、いてほしいわ個人的に、まだ試合中に。最後は柴田、これも抜けていく、お前今日は抜けて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 、ひたすらに抜ける、抜けてばっかじゃないか。倉本俊彦出てきた、何ライバルに屈しない。嘘つけ、屈してるからお前リアル2軍スタートじゃねえか、1軍にいねえぞ、いたらおかしな話やけどね。わーでその俊彦倉本に打たれる、何をしてんだよお前、最後の最後あと一つのところでお前、ほんで今日梶谷、今日3安打の選手を迎えて、もうちょっと、もう俊彦倉本で終わらせておけばこの瞬間がなかったんだけど、俊彦倉本を打たれて梶谷抑えるのか、わけわからんイニングやな。もうそのわけのわからなさはいらないから、9回裏取るよ。ただ相手はもちろんですけど、出てくるのはあれでしょ、はい来ましたね安明さん、誰もが認めるベイの不動の守護神は今日も颯爽とマウンドへ。独特のインステップから直球と鋭く落ちる変化球を武器に並みいる敵を料理する。だって待て、カンちゃんから始まるとこもちろん代打や、ここはね誰で行く、もう代打で使いたくなるような選手が誰一人としていないんだけど、もう田中俊太でええわこれね、初球打ち現金ね、じっくりと見ていかないと、際どいとこやな、もうこういう球しかけえへんよ、もっと早いの来るか、まあ、でも佐野の効果もあるから、まだ佐野いるでしょ、変わってないね、おそらく変わってないので、その効果もあるから、ちょっと安明も苦労するんじゃないかな。
ここはハマスタじゃねえけど、今日の安明はハマスタ並みに打たれる安明かもしれないね。よし、ラミレスの顔が怖くなってきた。ということはここからこっちにとってのチャンスが訪れるということ。行こう行こう行こう。田中に対するダイソーはないですね。このまま行こう。加盟で盗塁もいいかな。ここはもう堅実的にまずはランナーをつないでいくとこだから、もう余計なことでアウトになりたくない。2点差やからね。1点差だったらお前積極性も必要やけど、ここはいらへん。何よりもストライク入らないんだよね。あんまり頑張る必要もなくない？ほら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 、どうしたどうした、ほら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 、もう振らないよ。最後まで見ちゃうよ。次もね。はいはいはい、振りません。はい、フォアボール。レッツゴー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 。ここで坂本狙います。今季の初安打、もうここでやるしかないやろ。狙ってる狙ってる。これはもうバリバリボリボリに。すげえな。わあ、でもまたセンターも超えないやつやろ、どうせ。あ、超えた。おーっと、ちょっとでホームラン。わあ、惜しいな。とりあえず田中帰ってきて、田中帰っていって、そう、うわあ、もう過去の2打席のあのセンターフライの流れもあったから、超えへんのやろ思ったら超えてたやん。もう超えてる過程で走っておけば、まあ帰ってこれたよ、亀井も。もったいねえ。まあでも安崎から1点は取ったからね。よし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 。坂本の今季の初安打で、これで通算2000本安打まであと115本となりました。カウントダウンが1つ、坂本メーターが1つ進みましたね。イエス。で、ここで丸。防御率は 99.9 の安崎だよ。まだまだ取れる。ここもですけど、ちょっと大きな結果ね。今いるランナー全部返したら。さよならなんで、起こしてみよう。ええわ。うん、ええ、次見てて。うん、やるから。よっしゃー、これも、あー、いかん、あらかじめ。ここはしまった。三塁三塁、タッチアップもできへんわ。もう、アホやな、お前。ちっちゃい。間違ってるんだよ。さっきの坂本の時に突っ走っていけばよかったの。お前、ここで突っ走っていくんかい。ここはもう、打球を待ってだね、お前。取られた時にタッチアップして、次の塁に進むのが、よかったのに。いやいや、まあ依然チャンスには変わりがないから、もう誰で打つかってだけ。岡本で打てばいい。やっぱそのままそのストライクは入らないから、見てるだけでも勝てそうな感じするけど、やっぱ決めたいな。どうせなら打ってさよならを。どうだ、これもまたセンターか、下にが取れる。あい、でもタッチアップで三塁に進塁もやばいわ。同点は確実かなと思われてたんだけどね。なんでそこから2つのアウト積み重ねるのよ。ちょっと原監督諦めてない？あれ、日本シリーズで負けた後の原監督やんけ。ここで来日デビューしたこのパーラン回ってくるわけか。パーラン感謝ミート打ちでなんとか。どおーい、佐藤キャッチャーの影響がここで出た。イエース、佐野をキャッチャーで使うとリード面もそうやけど、こういう部分でもそらこういう影響があるからね。9対土壇場でのお前同点だよ。追いつけたってだけ。よっしゃー、でも帰る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 、坂本で帰る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 帰れ。どうや、アウトだー。まだあんのかい。まだやんのかい。勘弁してちょっと。まだあんの？もう終わりだと思ったわ。うわ、カジタにもちょっとでも送球それてたらセーフなのに、なんでそれねえんだよ。延長突入、正直泥試合となってるような気がするけど、ここデラロサやな、こういうシチュエーションになったので。行こう。今日本で誰が最速投手ですかというと、このデラロサ、あ、ビエラか。そうだね。うん、163キロ投げれるので。まあでも、それは能力の話であってね、昨シーズンでは一番速い球を投げた投手。千賀ビエイラ並んで161かな。あ、甘いって。どうしたのこれ。投球練習しといた方が良かったな、やっぱり。前はこの球威のある縦スラがあるから、もうこれで、これはえげつない。よし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 、気をつけないとね、かなり甘くなってるから。やっぱピッチャー変えるごとに投球練習しないとそういうことになるよね。ヒヤヒヤドキドキ。そんなお前も何よ、その打球を木製で打つ打球じゃないでしょ。割り箸で打て、この野郎。
竹で打てこの野郎と思わず言いたくなるね。あ、でも今キャッチャー未練になってるんだね。今変えるか。え、その未練にも打たれる。やっぱ俺はなんか未練に打たれるとこあんのよね、パワープロプロスピでも。なんかわからん。これもな、フィーリングですよね。つまりは相性が悪い。かなり部が悪いわ。ちょ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 、待って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 、何このピンチ、知らない。10回来たんだからもう10回こんなピンチいらないわ。せっかく10回あるんだよ。あー、危ない危ない危ない。あー、これでツーアウト。まだ終わってないんだよね。6番にロペスがいるからやばいな。こう考えてやっぱ横浜打線はその単純に並んでる選手もそうやけど、試合後半になればなるほど強さが増していくね。迎えたくないもん。序盤でも迎えたくないやつは試合終盤でも迎えたくないんだけど、アウトでさよなら。この後決めることはできるか期待してちょうだい。下位打線からですけどね。いやいや全然決めるつもりっすよ。で、三島出してきたか。安明を変えてね。キャッチャー未練になってる影響もあるんで、さすがにもう先みたいにポロることもなければ、なんかリード時、影響があることもないんじゃないかな。あー、足らない。もう狙ってたんだけど、いない環境や。よし、今日4安打。北村の人生史上初でしょうね。 OK。 さあさあさあ、さよならのランナーとしてホームに帰る体制はできてるぞ。いや、こここそちょっとアグレッシブに盗塁を仕掛けたいんだけど、そこで北村を変えて、足が速いのは吉川大輝かな。盗塁能力もあるし、いやもうこれはだからこういう場面でね決める。鈴木貴弘のようになれと言っているんですよ、走塁のスペシャリスト。形勢は来るね、余裕で来るね。そこでアウトはまずアウスト。ちょっとねファーストストライク待つわこれ。うん、今バリバリに剣撃返されてる中突っ込むのは赤。ここで一球来た。この後らへんから行ってみようかな。ゴー、よし、スタートも悪くないし、悪くはないけどアウト。余裕のアウトやん。悪くないし、お前投球変化球で低め、最高のセーフになる環境がそこにあったのね。ほんで送球も高い、キャッチャーのね。そう、もうお前11回あるやん。やんのまだ。ドロッドロやな。はい、三振。このドロドロ家系ラーメンまだ続きますね。俺このラーメン好きじゃないんだよな、あのドロ系天下一品みたいな。やるんだね、まだね。わかりました、やりますよ。待てよ。吉川もそのまんまセカンドにつかしていいね。うん、もうそのまんまで OK だわ。で、投手デラロサ次の戦いのこともあるから、もうここは中川出す。お前一戦だからこんな突き込んで大丈夫か。でも突き込まないと勝ちがない場面だからね。昨シーズンブレイクの選手ですよ。見事だったね。やっぱ武器はこのスラーブです。ほい、なんでこのカーブ。あ、カーブに関しては9位そんなないんだね。スラーブだけか9位が A もあるのは。カーブも結構いい印象あったけどね。まあいいわ、簡単な話ですよ。難易度スピリッツでもね、もうこのスラーブさえ投げておけば安牌なんで。いやいやいや、投げる前の過程で打たれたら全然あかんやん。もう何してんねえ。お前11回も山のようなピンチが来るのか。もう疲れたわ、単純に。ここまで打たれてると、なんか心のどこかでもう負けてもいいかなって思い始める俺もいるのよね。なんかちょっと諦めやすいタイプなんで。そう、これ、待て待て待て。キャッチャーね、もう変えとくわ、大城から。もう次の機会なさそうやし。ああ、このだったらもう小林出しとく。で、盗塁を警戒しながらね。これは小林変えたのにさせねえのか。相手のスタートがいいって言えばそうかもしれへんけどね、変えたんだからさせよ。全巨人ファンがため息を吐いたぞ。なしに出てきたんやあいつって。させへんのに、打てへんのに。バントそんな決まるか。このスラブを簡単に決めれるほどの技量がお前にあるとは思えへんぞ柴田。ランナー三塁で次の1点が目前にあって、代打誰よこれ。あ、高城か。あ、オリックスから戻ってきたんだよね。出戻りですよね。オリックスにトレードで行って、オリックスからトレードじゃない、戦力外どうなんだろう、戦力外かなんかで帰ってきたんじゃないかな。出戻りの選手全身守備で、えいえい。あ、ボールかよお前。ボールなのね、際どいとこ。でこの辺ちょっと高め見せておいて、結局はもうインローのスラーブ。おは、今なんか仕掛けてきてたね。危ない危ない危ない。結果三振やけど、三塁ランナー動こうとしてたよ桑原ね。スクイズもありえたのか、エンドランみたいなこと仕掛けてしようとしたのかな、分からへんけど。前は、で最後梶谷ね。
対左得意なイメージはないし、まあ実際能力もそうやし。よし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 、打ち取った。11回は耐えました。正確には11回もですね。じゃあ11回裏、これピッチャー中川から始まるとこ、また代打を送る。代打を送って打てるような選手おらへんけどな。いや山本でええわ、こっちでいく。で絶対出たい。あ、国吉出してきたね。国吉といえば昨シーズン160投げてなかったっけ。この投手もね159か、やべえな。能力は高いっすよ。横浜のダルビッシュって言われても何の違和感もないわ。甘い、よーし、ありがとう。そんな甘い球投げたらそりゃ打つでしょ。思わず打っちゃったわ、反射で打っちゃったって感じ。すやすやすや、進んで1番に入る亀井。もうやるよやるよやるよ、完全サヨナラフラグ立っとるから、もう決めようぜ。ここまでやって、お前結局またサヨナラ決めれませんでしたわ。カンカ、はい、あー正面、あーもう最悪。何してんねん。前は坂本、坂本で打つためのお膳立てをね。はい、行こう。先ほど来日初安打じゃねえわ、今季の初安打を出して坂本メーターを一つ進めた。この坂本もう一回打つぞ、もう一動かししていこう。いや球やばいよこれ、状態かなり良くないから。甘い、よっしゃー、左中間落ちる。で坂本、山本帰るか。あーダメ、やめとこやめとこ、堅実的にね。坂本でさよならを決めるも美味しいけども、ここは勝つこと優先して、今の言ってたら危なかったと思うんでね。さあ行こう行こう行こう、もう絶好のチャンスです。もう決めないとね、このドロドロ試合ね。開幕戦に似つかわしくないほどドロドロ。お前これは西武戦か、踊れよ。ちげえよお前よ、守り能力のあるジャイアンツと横浜の戦いがここまでドロっとんねん。開幕戦でもう終わらさないと。はい、来た、終わった。はい、丸のタイムリーで決着。長かった。シリーズの開幕戦7対2でお前両チーム合わせて41安打、おかしいだろって言いたくなるけど、まあその積み重ねもあるからここまで時間かかったんだよお前よ。1試合で1時間かかることってこのプロスピでもなかなかないけど、まあこんだけの打ち合いになれば41安打の打ち合いにもなれば、そらお前リアルで1時間消化するわなっちゅう話ね。まあでもその先にあった、ドロドロの先にあったのがお前金ピカに輝く勝利でよかったわ。今日まず投げてはデラロサね。もう誰が投げたか覚えてない、開幕投手誰だったっけな、マジで菅野か。もうそこまでの記憶もないですよ。でもう一人のヒーローはもちろん今日丸ですね。まあ他にも打ってた選手はいましたけど、やっぱあの場面で丸があそこにいてくれる、これはやっぱ丸を取ってよかったなと2020年も思いますよ。今日の試合を振り返ると、中川に今季1勝目がついて、国吉今季1敗目となりました。ほんで今日は両チーム合わせて小田こんな感じですよ。スタメン全員安打っていうわけではないですね。巨人の場合大城が今日4-0で打ててないから。で相手打線で見ていくと、相手はどうだろうな、相手に関してもかなり打ってる。梶谷にもよく打たれたし、まあもう1からお前も6まで完璧に打たれてる。伊藤光も打ててないので、まあ、両チームともスタメン全員安打ではないんですけども、ただもう多くの選手に打たれて苦労して、失点もたくさん許しながらもなんとか勝ったなーっていう感じですね。そんな感想を述べて、まずはこの1試合目を終わらせましょう。あ、で初安打だったんかい。なんかさっき打率3割3分3厘ってなってなかったっけ。あ、プロ初安打だったんだね。なるほど。今日は開幕戦ということもあり、球場は超満員でした。その満員の中見せつけるゲームちゃうやろ、お前。今日初めて野球見に来たやつは次見に来ようってなるか。俺はならんけどね。あ、疲れました。疲れるゲームはここまでで。あーで、西川が通算1000安打。確かもうね、開幕前にして通算999安打くらいだったんだよね。まあ、あと1本打つだけの簡単な話ですからね。おめでとうございます。それ以外のチームの結果は気になるんで、ちょっと見ていきたいな。どうなったんだろう。右に注目です。セリーグは巨人が勝って、そして阪神が勝って、広島と中日は引き分け。あ、で、時間に注目これ。13時30分スタートなんで、なるほど。巨人のゲームはナイタースタートだったんだ。ほんで、このカープのゲームに関しては、デイゲームだったので、それもあってかってことだね。びっくりしたわ。そら、同じ時間帯にお前やり始めて、先に12回までやって引き分けるっておかしなことやからね。なるほど、今理解できた。パリーグに関しては、オリックスが楽天に勝って、ほんで、日ハムも西武に勝って、ソフトバンクは10対1、圧倒的やな。バレンティンが加わったことによって破壊力増してる。新戦力をいろいろと取ったロッテが開幕戦からボコッボコンされる希望も何も詰まってないな。まあ、そういう各チームの結果ということになって、で、この
この動画まだ終わりじゃなくて次プレイしていくんですけど、次に関してはフィールドプレイで坂本の打席に注目していくわ。やっぱね、今季の初ホームランなんとかこの開幕カード中に打っておきたいから。だから今日のピッチャーはサンチェス予定されてるんだけどね、ちょっとサンチェスに関しては次回の楽しみに残しておきたい。次回注目してやる予定なんで、ちょっとローテーション入れ替えていきましょう。ここは田口でええわ、うん、で3戦目も別のピッチャー行って、サンチェスは、裏ローテというかね、4番手あたりでとりあえず使う予定なんで、それ以外のオーダーの入れ替えはなく、坂本なんか状態悪かったけどね、大丈夫？坂本に注目してプレイするのは打席のみです。それ以外の守備とかランナーに関しては今日は注目せず、これから先注目することはありますけどね。あ、で亀井の通算1000安打も間近に迫ってきてるんか。そうだよ、まだ亀井って実は通算1000安打打ってないからね。実は通算1000安打打ってない選手ランキングみたいなのあったら多分亀井上位に来ると思うよ。なんか持ってるイメージに対して実績がそこまででもない選手なんでね。あ、そうか、坂本のあれが迫ってる前にその亀井の通算1000安打が迫っているのであれば、なんとか俺の手で打っていきたいね。まあ、この戦いの中で打つチャンスがあればやっていこうと思うわ。今日先発を任した田口は、おい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 、やっぱサンチェスの方が良かったかなんて思えてきたぞ。大丈夫か、しっかりしてくれ。まあ取り返しましょう。で、フィールドプレイでね、選手を動かす場合もこれはもう同じです。ミドルスピードでライダースピリッツ、そこは固定なんでね、同じ設定でやっていきます。今日のピッチャー相手浜口、状態は悪いのでちょっと一発狙うのは厳しいかもしれへんけど、ちょ強振対応で強くいってみよう。捉えればまあ元のパワーがあるんでいくと思うんでね、捉えれれば。うわー、ダメだ。いや、パープロのチェンジアップはクソほど打ちやすいけど、プロスピの場合はもうこのリアルの変化予想点だとなおさら打ちづらいよね。プロ野球選手が苦労する理由もわかるわ。一時期若松が活躍してた理由もわかるわ。えぐいチェンジアップ投げ取ったからね、中日、元中日の若松ね。すげえ苦手、プロスピ。あー、もうここも、チェンジアップさえ投げておけば打ち損じおじさんとなってるぞ。パープロだと逆なんだけどね、チェンジアップさえ投げてくれればシーズン90本おじさんだったんだけど、マイライフではね。ここでは違う、すげえ打ちづらい。あー、もうダメだ。どうしたんこれ、もう本当になんか変なミノサング癖ついとるよな。見すぎてる。いや、見ることは悪くない。坂本はフォアボールも多く選ぶ選手なんでね、もうそこは意識せんでええわ。注目してプレーするとき、そこ意識してたらお前こんな三振ばっかじゃねえかよ。もっとアグレッシブにいこう。状態が悪いからこそね、相手もこの状態の悪さ気づいてるやろ。あからさまん顔色悪いんだからね、そんな選手に対してボールで攻めようなんて思わへんよ。甘いな、甘いよ、甘いよ。甘さ十分、アンパンマン的な球来たんだけど。チェンジアップまたブレーキかかりすぎ。ここもかかりすぎなんだ。なんか2種類のチェンジアップね、やたらと落ちるやつと、なんか曲がりというかブレーキがそこまでないやつ。で、おお、でチャンスで回ってきたよ、終盤のね。ワンアウトランナー2塁、1点差を追いかける場面のこの打席は大切。いやいや、ここはもうちょっとミート打ちでいきましょう。で、亀が出塁してる。もしかしたらヒットで通算1000安打またリーチをかけたかな。ここはチームバッティング徹するべきや。消した結果の当たらないから困ってるんですよ。非常に困ってます、困ってます、助けてください。あ最後まであかんす、状態悪すぎ。そういう問題でもない。あー、で次の1点取れずに終わるんか、この開幕2戦目。取って終わってほしいんだけど、あー、3点で負けた。今日は相手ピッチャーに完璧に抑えられた。最後矢崎に締められたね。お前さっきた対照的やろ、お前1試合で両チーム合わせて40安打打ったの、なんやねんこのあっさり感。あっさりすぎてちょっと受け入れきれないというかね、なんなのこれという、なんか変な違和感が働いてる。あんなゲームの後はもっと濃密で濃厚でぐったぐだなゲームになるんちゃうの。そうなるべくはずだったんだけど、やっぱそこにプレイヤーがいるかいないかで変わるんだね。俺がまた今日も1試合全部プレイしてたらこういう展開結果になってないわ。最悪、2試合目にして今季の初黒星いらない。やっぱ亀井最後にヒット打ってるんで、これで通算1000安打まであと3本であれば、ちょっと次の試合に関しては亀井にまたフィールドプレイで注目してみようかな。おー、でまた1000安打達成選手ラッシュが続いてるね。
最初の1試合目が西川、その後鈴木大地で亀井、3日連続でそのメモリアルな記録が生まれることってなかなかないと思うんで、生み出していこうかしらね。横浜戦は残るあと1試合残ってるから、はい、さっきも言った通り今回もフィールドプレーで亀井に注目して、で投手に関してはサンチェス状態がいいので任したいところ、やっぱ次回の楽しみに残しておきたいから、ここは今の先発ローテーションっていうのが菅野、田口、サンチェス、あと戸郷、高橋、桑原なんだよね。戸郷行ってみようかな。桑原が先発ローテに入ってくる、また戸郷が入ってくる、よくはないけど、まあ入ってるんでね、うん、ローテーション3番手、今日はこの選手を起用した後フィールドプレーで亀井に注目して、どうしようかな亀井ね、まあ、ランナーとして出る機会があったら最後くらいちょっとランナーとしてプレーしていくわ。そしてその中もちろん勝利を目指してね、あと3本打って3日連続の通算1000本安打達成者を出しましょう。花屋が忙しくなると思うけどね、達成できない日ですら花を用意してますからね。だからそれが長引くほど花屋はね困るんですよ。まあまあ困るというか助かるわな、お金が入るんでね、儲けが出るんで、花屋からしたら長引いてほしいと思ってるんでしょうね。ただもう今日決めるわ、花屋に得ある世界は作らへんから、あと戸郷頑張って抑えてくれよ。戸郷に関しても今後注目する機会は多いと思います。ここでは注目はしないけど、行ってみよう。今日のピッチャーは平で亀井、この辺もフィーリングが合うからよく打てるよ。開幕戦でも打ってたろ、だから通算1000本安打まであと3本だよ、あの積み重ねがあるから。甘いな甘いな、もうこういう球確実打っていこうや。そしたら通算1000本安打目の前にある、いやもうすでに目の前にあるから打っていこう言うとんで、詰まって落ちる展開はないか、なんかフィールドプレーだと雑なバッティングになる。なんなのこれ、さっきの坂本はじめね、雑さを覚えるぞ。やるなよ、やるなよとこ、危ないな。やっぱ横浜打線強力、それはマニュアルで自分で全部プレイした時も思ったけど、オートだとよりかな、すぐ入るもんこれ、どこからでも。何やねんこの打線のつながり、対照的にこっちのつながりないわ。上位と下位打線の温度差が激しいから、伊藤光のホームラン打たれてんじゃねえよ。2点差追いかける段階になっちまった展開に、苦しい、水の中、酸素をください。危ない、気をつけろ、ここで怪我させて通算1000万な目前でお前消えるわ、勘弁で、消える仮名にすんじゃねえぞ。また打ち損じ、俺ね一人に注目した時なんか打てなくなるんだよね。試合全体でやる時は打てるんだけど、変な、またこれもテンプレが出来上がってる。全然亀井メーター進まへん、花屋が喜ぶな。あーで1点取って、あー同点に追いついた、ナイスで小林が早くも送られて、え小林代打起用したん、出す必要あった、このおせおせ5号の流れで、うわーでロペスにホームランで、やっぱあのとこ巨人キラーだよな、よく打ち上がる。そんな選手を放出したバカなチームはどこの誰だよ本当に。意地でも嫌でも契約すべきだったでしょ、大金を払って。それしないから、このしなかった因果関係が今ここに来てるんですよね、因果応報と言いましょう。取っておけば、取っていた世界が残しておけば、ああもう意味ない、全部意味ないからやめる、このたられば。あーどうだ、引っ張りシフトの影響もあるから悩んだよな。外側の位置で取った、あの位置で刺す、ありえねえ光景だと思うんだけど、刺したね、それは事実です。国吉がマウンドに上がって、こちらもいろいろとピッチャーが変わる。なんで状態の悪い沢村が出てきたんだよ、お前バッテリーの顔死んでんじゃねえか、抑えたけどな。どうだどうだ、この後後期で亀井に回ってこないか、お回ってきた、ランナー満塁で亀井狙いましょう。残念ながら今日通算1000安打のメーターは動いてないけど、ここで動かすわ。いや大きな結果を狙ってもいいシチュエーションですね、全然一撃打てる長打力あるんで、こういう場面に強いのが亀井や。だからこういう場面強いから1000本安打打ってる印象があるんですよね。でもその印象は印象だけであって、結果としては打ててない。うわうわうわ、ちょっと待ってお兄さん早い、そんな簡単におっさんをロートルをもてあそぶな、もっと対決しようぜ若者よ。あーもうおっさんと遊びたらいんか、もうなんで打て
てないんだよ。なぜその後の坂本も三振して結局得点取れてねえし、2点差追いかける展開で、またロペスに打たれて、その後にも打たれてる。おい、どこの GM やこれ、残留せえへんかったの、許さへんかったのね。ほんまもうちょっとその実績に見合わない大金でも払って引き止めるべきだったでしょって今言ってもしゃあない、ボッコボコやん。これが今季の巨人かな。投手能力のなさは昨シーズンからまた痛感するんでね、弱さだけが出てるんで、あかん、はい、そのまま終わって、ゲームセットで10対3、開幕カードは負け越しで終わりましたとさ、あんなに死闘を繰り広げた後なのに、後の2試合があっさり負ける。全部やった方が良かったんかな、俺が3試合ね。いや、やればやるほどお前もっと苦しくなるわ、本当に。やれる体力も気力も精神力もないからうわ、だからトータル的にはこれは残念ながら最悪なスタートですよね。優勝を目指して日本一を目指してるチームが開幕カード負け越し、それもお前ボロボロに打たれて、それでいてヒンダヒンダで、得点も6に取れていない。加盟の通算1000万安打を見ることもできなかったしね、大敗という形でカードを締めくくってしまった巨人に明るい未来があるかどうかは、これから俺の手で作ることです。この開幕カードの結果で作られるものじゃないし、出来上がるものでもないからね。大丈夫大丈夫、負けましたけどもポジティブにいきましょう。で、加盟の通算1000安打、またその他に関しては次回持ち越しですね。次回に関しても加盟に注目してプレイする機会がたくさんあると思いますので、その中、頑張っていきましょう。開幕カード結果このようになりました。中日、横浜、阪神が勝ち越して、それ以外の3球団が負け越し、巨人とヤクルト並んで仲良しで、アホかお前、そんな仲の良さいらへんね。で、パリーグに関してはソフトバンク、日ハムが勝ち越して、楽天、オリックスが五分五分、それ以外のチームが負け越すという結果になりやしたとさん。ほい、じゃあ今回の動画はこれにて終了です。そして動画の冒頭でも言った通り、これから毎日可能な限り夕方の5時に俺と巨人の143日物語、こちらのペナント実況を投稿させていただく予定なので、興味があれば毎日楽しんで見ていただけると嬉しいです。実況2回目は今季の初対決カード、中日ドラゴンズ3連戦プレイしていく予定です。お楽しみにね。グググググッバイ、また会おう。